おはようございます。はじめましての方はじめまして、お久しぶりですの方はお久しぶりです。リスターです。やっていきます。どうも前回ね、あの2面まで行ったんだけど、今回ちょっと真剣に、もうだいぶね操作感覚えましたんで、1面からサク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 っていこうかなと。基本的にね、ウエハース張りにサクサクいきたい。まあ今噛んでないです、ウエハースだけに。ちょっと今やり直したいもん、正直。はいはいはい。今さ、体になんかついてたな。なるほど。なんかつく場合があるのか。そういう時はジャンプしたりなんだりして、多分、体から、なんかこう、取らなきゃいけないんじゃないか、おそらく。ここから、ここら辺でビャービャーって。まあ、よくわからんけどさ。俺はよくわからんことをずっと、ほざいてるけど。ほざいてんな、今日もって思ってる。あれだな、ひっつき虫みたいなやつ。あれが体にくっついちゃってたんじゃないか。息アップいいね。いいよ。ウサギ。ウサギ？俺の知ってるウサギではないけど。まあ、ウサギみたいなもん。おそらく、この世界のウサギだから。ウサギであってます。で、これで、上に行き。ほい。いや、俺も上手くなったよ。星を取る。いいね。めっちゃうまくない？うますぎないか、ちょっと逆に。なんか、もうだってこれで飯食ってる人だよね。あ、で、これよ。これはもうずっと回しちゃう。そう、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 そう！こういうことでしょ。あー、なるほど、おしっぱでいいんだ。きたー。今見た？なんかあったよ、なんかあったよ。なるほど、なるほど。ちょっと面白い、ちょっと面白い。ちょっと方向逆じゃない。こう、右おしっぱとかでこうくる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 って光ってーの、これで。いや、ちょっと待ってよ。わからんのよ、正直。わからんのよ。ほい！なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。これ、斜め上行きたいわ。斜め上行きたいね。斜め上行こう。ほい！違うんだ。はい。ね、声だけ一丁前なんだよな。はい。耐えれるかな、これ。これ持久戦ができるわ。上で。右側行きたい。はい、ここら辺。ここら辺なんだ、マジで。雑魚。タイミング雑魚すぎる。来た！始まった！よっしゃ！どこここ合ってんのか、これ。ああ、なんか生まれた。なにこれ。え？ラウンド1の1、ボーナスエリア。ゲットザトレジャー、スタートフラワー。60秒以内にあそこに行けって。はめんなよ、マジで。タイミング死んだぞ、俺は。ふん。来たぜ。コングラチュレーション !You got Star Flower! Yeah! なんかもう負ける気がしないな、これ。俺今多分、世界で一番このゲーム上手いんだ。上でしょ。やった、やった、やった。よーし。
まあ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 いいでしょう。まあいいでしょう。まあ、世界で一番うまいはちょっと撤回しなきゃね。きたー。これが楽しい一番。きた。え？違うの？あれ？高くいけばいいんじゃないの？そういうことじゃないの？高ければいいんじゃないの？これ、何をしたいんだ？こうか。ヘイトボーナス。ちょっとわかりません。ネクストエリア行きましょう。まあ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 、言ってかなり上手くなっちゃったから、私。はい、カモン。はい、カモン。はい、はい、はい。もうここら辺の敵はもうほんと友達だから、基本的に。久しぶりに会うね。まあ仲良し。ぴよ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 っつって。負ける気がしない。いや、これでも、あれ左側行くのってどうやんの？敵掴んで、ジャンプする系がちょっとまだ未だに、ちょっとわかんないな。むずいな。あー、ミスった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 。あー、でも、助かった。これは、上に行けばいい。うわあ、すごい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 。生き返るなよ。生き返るなよ。助けないもん。でんてれでれんてっててててれでれええ、黙ってれば降りてくるから、まず。そこを撃てばいい。うわ、危ないな、結構。今危なかったぞ。なるほど。いいね。上手。めっちゃ今の上手じゃない。すげえ上手だったね。これ下行きたい。いや、これまっすぐ行けばいいんじゃない？ミノ。あー、怖い。ミノの中身怖い。OK か。OK なのか。やぶね！くそ！貴重なワンスター失った。なんだこれ。降りて大丈夫なの？心配しかないよ、俺は。俺は高い位置に行きたい。ブエー！ちょっと待てよ。今、スターあったね。ちょっと待てよ、これ。結構むずいぞ。来た！うまい、今の。めちゃくちゃうまいんだけど。ちょっと今何がうまいかちょっと説明するのが大変だよ。めちゃくちゃうまかった、とりあえず。それだけ分かった。あ、めちゃくちゃうまかったなって。出た！なんか投げてくるやつ。危ねえんだ、あいつ。邪魔だ、こいつは。どけ。ほら。このパッチギ入れてく感じいいよな。原生生物にパッチギ入れる系。ほら。おー、来た！しゃー！ふい！どこ行くの？なんなん？空気読めよ。空気読めよ。ふい！ 200。あ、なるほど。右側に行くときの、その高さだ。それでヘイトっつってんだ。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。よし。ついにボス整理。なんかパート1と同じことやってるけどさ。いいよね、別に。パート2なの。パート2見る人少ないっていう、俺の。パート1見たい人がパート2見てるかって言ったらね、どうかわからんけど。まあでもパート2でも同じことしてるから、俺は基本的に。そういう人間だから。
こいや。全部かわしてやら。ふん、そんなもんか。そんなもんだろう。ふん、悪いけどもう負ける要素がないな、こいつらに。しまった、あぶねえ。お、一撃すごい、直接与えることもできんのか、ダメージを。万歳、やったぜ。ふぅー、俺の勝ちだ。でね、このゲームすごいのが、ちょっと見ててほしいんだけど、 RZL と ZR を押すとね、こうやってセーブができるんだよ。ということで、ありがたいことにセーブ機能が追加されましたんで、次回からこの続きからやっていけるわけです。便利でしょう。じゃあラウンド2、プラネットリエター行きましょう。プラネット、おお、なんか落ちました。うわー、落ちてきたのに。がめついから、ね、やっぱ息続かないのか。うえー、あ、これもしかしてボーナス。ははぁ、パ、ペーパ、パラ、パ、ピール、ピー、パール。え、1分以内にあそこ行けって。いやいやいや、どうでしょう。ええ、ああ、びっくりした。なるほどね。パールオイスターゲット、真珠だ、真珠。ほら、危ないよ。何、魚の分際、迎え入れる勇気を持ってほしいな。このリスター君は、なんか毎回さ、こう、相手から来るからこいつびっくりして食らってんでしょ、ダメージで。いや、なんです？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 やめて、やめて、やめて。いや、怖っ。水面行ってていいのか？怖い。結構慎重に行こう。星であれ。よし。タコは。あー、エビ、エビが一番怖い世の中で。エビはもう虫だもん、水の中にいる虫。いやー、やられた。あー、動きが早い、怖い。何ですか、なんか落とした。そういうわけじゃない。あの動きが早いやつ来たらライフ1個失っちゃうな、毎回。あー、なんか撃ってくる。ロックマンの敵みたいなやつみたいな。うわー、お前も撃つんかい。やるじゃん。テンション上がってきたね。テンション上がってきたわ。登っていけるだろう、お前なら。うん、これはもう走ろう。行っていいのか。めっちゃ吹いてた。足の速い魚だけなんとか。うん、怖い。足の速い魚なんだかわかんねえもんな、あいつだけ。いや、来るぞ、来るぞ、左側が来るぞ。危ねえ。うわー、タコも。いやーん、
身のごときにやられた。気をつけて、気をつけて、いいよ、気をつけてるよ、気をつけてるよ、気をつけてるよ。イースター、これはイースター。世の中にはイースターと悪いスターがあるけど、これはイースターだ。モアイが見えるだろ。リー、あいつ好き？うわあ、あいつ突然来るな。あれをなりわいとしてるんだ。うわ、ウェイ、これはもう全身だな。全力全身だ。んー、下でいいのか。そんな嘘、初見殺しも、まあ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 、初見殺しもやってくるよな。怖い。これなんだ、宝石抜けて、うえうえ、来るぞ。覚えていた。知識はやっぱりどん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 、知識というか経験がね、物を言うゲームでしょう、おそらくこのゲームは。で、これ左張り付き、イースター。さあ、水かさが増さない。なんだ、津波、津波、ちょっと待て、うわあ、そういう感じ。もう一回津波、うわ、タコじゃない、マンボ、かわいそうに打ち上げられたら、ヒリヒロマンボって、まずいね。真ん中にいるけど、イエー、ベレー帽みたいな感じになる。打ち上げられたタコって、タコか、あれ、よく考えてみたら食ある。うわっ気合の割には全然飛ばなかったわ。ネクストエアリーナ、ロストパレース。なんじゃい、うん、ああ、なるほど、なるほど。どうすればいい感じ。触ると破裂してなくなっちゃう。でも触ってる間は止まることができる。いや、もうやめよう、時間の無駄だ。読み解くのに2時間ぐらいか。うわ、カエル、カエル、カエル、真実の口、カエルと真実の口のコラボ。なるほど、隠しアイテムだ。これを見つけた人は多分世界に3人ぐらいしかいない。イーズ好きだ。星が欲しいね。いや、おもんなぎいことを言いたいわけじゃないんだよ。いいのか、気をつけて、瓦礫。うわー、勇気が出なかった。今のはもう、あのドットでもいいから振り向いて殴るべきだったんだよ。振り向いて頭突きするべきだった。しかし、その勇気が湧かなかった。どっかにあるぞ、真実の口が。ないのかい。なんだ、違和感しかないな、このゲーム。おぉ、こんな感じか。あまりにも間隔が短いから。怖かった。わぁ、なんかいっぱいいるな。星がないな。取りこぼしてるっぽい。うお、あの柔らかいとこ狙うんじゃないか。な、ロン
なんだその論って。ちょっと下行ってみっか。宝箱はないもんね。やっぱじゃあさすがに俺も一気アップとか星は欲しいよ。ここ行きたいな。よしよしよし。これでこっちも開くんじゃない？そういうことでしょ。おい、来た！クソが。ポペッつって。お、すんごいいっぱい手に入るんだけど。マジ？嬉しい。これはね、来てよかった。これ全員倒さなきゃいけない経過。ええー。おいや。俺のこの、ハンドディフェンス、突破できるか。ウェーウェーウェー、強い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 。俺は、こいつはもう、倒さなきゃ、うわっ、はっ、はっ。いや、今、俺、すごい、上手だったけどね。ええ。くそ。おら、もう一発だ、ボケ。よーしよ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 し。倒して損なかったわ。クラゲ？違うな、なんだあれ？あ？いけない？え？ちょっと待って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 。ああ。こういうことね。耐えて、で、行くと。いや、まずい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 。危ねえ。いや、これね、結局、落ち着きゲー。これ、焦って、先に進もうとすると、食らっちゃうから。落ち着いたもん勝ちだね。何やってるんです何やってるんです、何やってるんです。あー、落ち着いてるけどいけない、なぜなら下手だから。結局ね、ゲーム上手いやつが勝つから。こういうのは落ち着いてりゃいいかっていうと、そういう問題でもない。なんでだなんでだ。これちょっともう、このね、流れが今強いですよっていうのが分かりづらいようになってるわ。うん。冷静。これ今、流れ見て。そう、ここ今流れ早い。よし、これでいける。よっしゃー。お前か。ほら。よくもやってくれたな。おい。登ってくれ、登ってくれ、どんどん。気持ち悪いのがいっぱいあるぞ。なんだあれ。なるほど。陸にいる状態は真っ青で、水中に入るとオレンジ色になるの。気色が悪いな。全然意味もわからないし。行っていいのか。行っていいのか。カエルだ。あー、どん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 、その、あー、まずいな。わからんわからんわからん。あー、すんごいカエル。あー、やっと撃って、落ち着いて。よしよしよし。やろん。いや、いつか食らうとは思ったけどね。俺もそんなに甘くないな。これも先にこれ倒さないのよ。で、次に、これか。うん。うん。これ、でかいのいるぞ、これ。これ、でかいのいるぞ。よし、まず一発。ビュービュー言って。二発。ビュービュービューって言って。ビュービュービュー言って。ほら。よーし。
お得意様だもん、このやつは。こっちはないね。こっちか。おぉ、ポヘイやったー、すごいね。大盤振る舞い。それほどここら辺の難易度が高いってことでしょ。あのザーって音がもしかしたらポイントなのか。いける？え、いける？ちょっと待って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 、いける？ちょっと待って、マジ？やった！やべ、これちょっとマジむずいぞ。いや、待って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 、音が聞こえねえ。来たか。来たね。よっしゃ。ボケ。なんとかクリア。めちゃくちゃ大変だったな今の。お、でかいのいるね。でかいのいるよね。お得意さんいるよ。お得意さん、あれ？いないじゃん。よしよしよし、いるじゃん。なんでそういないふりとかね、寂しいことすんのよね。仲良くしようよ。ふいっつって。かわいいんだから、もう。ちょうだいちょうだいちょうだい。ファンなんだから、俺。彼の。これは？違う、なんかありそうだ。何もねえやつか。あ？ちょっと待て、わっ、待て待て待て、これちょっと倒しといて、絶対。で、倒した上でもう一回今のチャレンジ。気泡チャレンジスタート終了。気泡チャレンジスタート。なんかね、飛びすぎるな。俺すごいんだろうな、多分ジャンプ力が。なんかな、なんか変なんだよね、このゲームの起動というか、なんかこの挙動な、挙動が変。いや、なんだろうな、ジャンプしたいときにジャンプできないで、ジャンプしすぎる。こんな違和感のあるゲーム初めてだ。今までのアクションゲームの中で一番操作性が悪い。いや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 、ちょっと続けて。メガドライブのゲーム、いやー、そうだね、いろいろやってきたけど、こんなに左右の方、なんかなんて言うんだろう、挙動がおかしい。いや、なんでジャンプしないんだ。なんでジャンプしない、なんでジャンプしないか教えて、俺に。なんで乗れないか教えて。真上の部分にしか多分、まあ乗る判定がないのは、まあまあ置いといて、その、着地してすぐジャンプっていうのができない。だから、いやー、頑張ってる方。今正直頑張ってる方。
多分俺は今の褒められると思う。このゲームやったことある人たちからしたら、おーうまい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 、やるねって。あ、俺今も飛べなかった。今ちなみに A ボタン押してる。しかも 2,3 回押してる。多分この上に乗って左右に動いてしまってるタイミングで空中判定が1回来てる。だからちゃんとがっちり止まっ、今のは今のみたいな、多分本当に頂点部分にしか足場判定がないから、その片足が浮いた状態とかになっちゃうんじゃないかな。あー、今も結局飛べないで落ちたもんね。そういうことだろう。それが俺のこの目で見えてる情報と操作してる感じが違くて、操作性が悪いと勘違いしてしまう要因になってくるんです。ということは何が言いたいって、操作性悪い、操作性悪い、何じゃ、売るぞ、売ったってもええねんだ、こら、もっと素早く行けと、もっと素早く行きましょう、回しましょう。やあらボケーしゃー、うまかった。今のボーナスエリア2の2、マジカルランプ、マジカルランプを手に入れたぞ。任しとけ。うえうえうえ、ほらめちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまい、突然うまい、今までの何だったんだってぐらいうまくなる。まあ、これが本来の俺のうまさだから。ここまでのプレイを見て、あれこれぐらいのうまさなのかなーってこう勝手に想像したでしょ。違う、うえライナーオーサットアタック、あーほんといて、なんだこっから、なんでもいいよ、来いよあ、なんかいなくなった、逃げ出してる。おお、いいのか今ので。これは関係ない、関係ない。わあ大変だ、そんなに大変でもない、いいよ、そんなに大変でもないぞ。ハンマーヘッドシャークのハンマー部分で柱を叩き、柱を叩くことによってどん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 水が抜けてくる的なことになる。なので、その線がどんどん壊れてなくなることによって水かさが減っていく、そういうことなんだろう。でも正直なんてことなんですか。なんだなんだこれ、起爆、嫌いだ嫌い、ほらだぜ、ほら最高、ふぅー、俺の手にかかるハンマーヘッドシャンク、こんなもんラウン、メンタンピー、いいベーコン、ドロドロ、カネマンです、アンビレーバー。今日はこんぐらいにしといてやろう。